達ツ助岩スケイと佐夏白井姉妹は、やっぱり似た者同士なのかもしれない。ボディガードと弁護士。他人に頼られるのには慣れているけれど、甘え下手でなかなか心を開けない。ボディガードと依頼者として出会っていなかったら、二人の距離は永遠に縮まらなかったはずだ。しかし、任務という名目があるから、お互いに素直になることができる。恋する警護24時テレビ朝日系第2話は、 襲撃事件を受けた里夏の安全を確保するため、辰之助が24時間体制で警護を受け負うことに。24時間。もしかして二人きりで、てん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 、と思ったが、里夏が連れてこられたのは、辰之助がボディガード仲間と暮らす社員寮。後輩の源藤原城一郎は、まるで友人が遊びに来たかのように里夏を歓迎するが、辰之助は、クライアント様との距離を間違えるなと釘を刺す。 完全に仕事とプライベートを分けている達之助と、いまいち素直になれない里夏の恋が始まることはあるのだろうか。正直、達之助は他人に執着しないタイプなのだと思っていた。ボディガードという職業柄もあってか、いつもどこか他人を疑っていて、心を開きすぎたらダメだ、と自制をしているような。依頼者に近づいてきた人のカバンの中にまで目を光らせ、ボールペン一本にさえも注意を払う。この人には、 心を安らげる場所はあるのだろうか、と心配になってしまった。しかし、第2話で初登場した元恋人優子吉谷彩子には、これでもかというほど優しく笑いかけていたから驚いた。愛おしいものを見つめる表情、と表現するのが正しいだろうか。つきものが取れたかのようなリラックスした表情で、軽やかに会話を弾ませていたのだ。そんな姿を目の当たりにした里夏は、そんな顔、 できたたんだとちょっっぴり切なくななくに違いないもしかすると、辰之助はずるい男なのでは、と思えてくる。命がけで守ってくれても、心の内はなかなか明かしてくれない。それどころか、自分の前ではいつも不機嫌そうに寸顔をしているのに、他の女性の前では、ありがとうなんてほわほわスマイルを見せているのだ。いっそのこと、この人は堅物な人なんだ、と思っていたかった。この流れでいくと、 先に恋心を寄せるのは里夏な気がしてくる。クライアントの漆原溝端淳平から、農園レストランに一緒に行きませんか、とデートの誘いを受けたことを辰之助に報告したのも、もしかすると心のどこかで嫉妬してほしいという思いがあったのではないだろうか。おそらく、里夏自身も気づいていないと思うがあなたを助けたい。信じてくれないと助けられない。 1> 第1話の辰之助の言葉に答えるように、信頼してほしいので、と伝えた里夏。強がりな二人は、任務だからと言い聞かせることで、ようやく素直になることができる。しかし、いつかは、そんな壁を取っ払って、本音でぶつかり合っている姿が見たい。また、辰之助の父親を殺害したとされる水田裕介織山直の所在も気になるところ。第3話では、水田の仲間であり、 殺害容疑で捕まった少年のうちの一人、鏡山口大地と辰之助が退治することになる。なぜ、辰之助の父は殺されなければならなかったのか。声の行方とともに注目していきたい。